県庁の本館1階に今日から展示されるのは県民栄誉賞受賞者の手形などです。漫画ワンピースの原作者尾田栄一郎さんやプロ野球の村上宗隆選手など11組12人のレリーフが並びます。除幕式には2005年に受賞したカントリーミュージシャンのチャーリー永谷さんも出席し喜びを語りました。生まれて初めてのことですが、もう二度とないと思いますんで、もう最大の思い出になると思います。なお先日受賞した歌手の八代亜紀さんのレリーフも後日展示される予定です。